光山川穂高さん、西武ライオンズの歴史から消される、渡辺健人はおかわり2世。同点打の西武渡辺健人、めっちゃ気持ちよかった、松井監督、結果を恐れず良さ出して。ドラフト1位で入団した2021年の4月4日に7番指名打者でプロデビューしたソフトバンク戦ペイペイドームでは、だから初本塁打を放って非凡な才能を見せつけた。しかし、2年目の22年は1軍出場はなかった。今回の起用で試合前の昼食が喉を通らないほど緊張しているというが、試合では4番はチームの顔。どっしり構えようとおかわり君2世として臨んでいる。ここちょっと消えてますね。まさか清原以上に名前を出してはいけない人になってしまうなんて。被害者おるからね。4番はチームの顔、あれ？前のチームの顔は？おかわり1世、中村、左のおかわり坂田、おかわり2世、三角四角、投げるおかわり、平、おかわり3世、中村、おかわり4世、渡辺、これで合ってる？歴史修正もここまで来たんか。名前を言ってはいけないあの人。メキシコ戦で犠打を打ったおかわり君の2世か、微笑ましい話題で良いですね。一瞬、西武ライオンズの歴史から消される渡辺武人はおかわり2世かと思った。てか、西武もガチで対処してきたな。ガチで球界残念レベルになってきたな。漫画に出てくる一族の長老がその名を口にしてはならん。ってなる一族の恥部的扱いで草。鴨のりとしかな。まあそらそうなるやろ。これを坂本との違いがわからない奴は社会に出てこないでほしい。西武のレジェンドにしてフランチャイズプレイヤーのおかわりさん、例の件で破綻したけどどの道 FA でいなくなりそうだった上に今は球界から追放されそうな四角四角、存在を抹消するのが一番穏便に済むししゃあない。おかわりくん量産みたいな話出てたのに生き残ってるの本家おかわりくんと最新型だけとか。あと6年待てば本物のおかわりくん2世が入ってくるから全部上書きされる。でも大丈夫。消しゴムマジックで歴史から消してやるのさ。そや、WBC 出たのは渡辺ってことにすればええんや。渡辺の背番号左半分消して3番ってことにならんか？山川さんマジで消えちゃってますやん。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。